おはようございます。7月14日朝6時の相場解説です。えー、オリガルヒの方には3時ぐらいに動画を更新したのをお示ししてますが、プラス今回はですね、速下塾の塾生さんと、それからオリガルヒの皆様共通の動画として6時の相場解説送らせていただきます。まずは冷やしなんですが、えー、これはもうね、右肩上がり全然変わってないよっていうところを見ることができます。で、えっ、ー、と、3本ぐらい線引きましたけども、すでに 過去の異物になってきま,した、ねこれもね、まだ135円の556ぐらいは残してもいいと思いますけども、まあ、残りの2本ってのはもう使いようがないんで、えー、忘れていただいて結構ですこれからは135円の556以上の価格で推移していくと思われますしあともう135円台ってもう来ないでしょうね136円からこれからは138円に向かって、えー、このチャートってのは伸びていくと思われます えー、特に冷やしでそれ以外に言うことはありません、はい、じゃあ次ですね4時間足になってくるとちょっとね見るところがあると思いますよ、えー、まずね三角形がこういうふうにあったのを思い出してくださいね三角形があってでそこをブレイクしたわけでしょで136円の水準もブレイクしてグーンと上の方に伸びたわけですよねその後で落ちていって少しずつまだ上がっていってということで 実はねこことここででダブルトップっていうとどういうことかっていうと今度は下落が始まるんですよね下落がところがこの下落っていうのは今回それほど強くないのが分かりますえまずね強い下落が起きる時ってどんな時かってことを1時間で説明していきますちょっと講義みたいになりますけどもすごく分かりやすいんで聞いていただければと思いますまずね 髭はどんな意味があるかっていうとひげと反対方向に勢いがあるって考えて間違いないですつまりこのダブルトップっていうのは下に強い勢いい勢を持っているダブルトップなんですよ、ね、ちょっと言うこと違うじゃないかって思うと思いますけどももうちょっとは聞いてくださいねプラスこのダブルトップの一つ目のトップ二つ目のトップの間に当然ですけどロソク足がいいっぱい出てますよねこのローソク足の下ひげが長いのが目立てば今度 下に行く勢いはあんまりないよってことなんですよ。でも今回ね、見てください。下ヒが長いところなんて目立ってませんよね。つまりは、このダブルトップは、下に大きく触れることをかなり暗示しているんですよ。なのに、私はね、これを突き破って、おそらく3回目のトライは跳ね返らずに、 138円を真っ直ぐらいに向かうといいう,うにあえてて言わせていただきますその理由っていうのは様々ありますけども例えば1時間で見るとねもうね右肩上がりのトレンドがもう迷いがないんですよねこの形がうんこれはねしかもね角度を変えてきてるんですよここはちょっと横ばいっぽかったんですけどもここでね若干の右肩上がりがあってあと急成長してこう急拡大してるわけですよね これはね、もうダブルトップをね、問答無用でいろんな条件があっても打ち破る勢いがあるっていうふうに見えますね。そして大きな時間軸なんですけども、この一日足ももうね、迷いなく右肩上がりなんですよ。うん。ここで一旦下がったように感じましたけども、余計に上がったでしょ、ここで。でも、陽線ばっかり出てるわけですよ。で、ここも一旦下がりましたけども、下がる前以上に陽線が出てるわけですよ。で、ここでも下がったけども、じゃあ、 もっと上に行ってますよねってことでこの安値切り上げ高値切り上げってのは止まってないんですよね138円とか引いては140円にこの夏に行くんではないかなと思ってもいいぐらいの勢いが感じられますこれはねテクニカルではなくてテクニカルを繰り返してるんでわかる感じ取るっていうところなんですよね、まあ、ですんで明確な理屈はないんですよただこれでですねあの 円高に触れるっていうことはちょっと材料が見つかなないのも事実なんですよ見つかるとしたら瞬間的にですけどもこれは警戒するべき点にもなるんですけどねこのダブルトップがヒゲで収まってることとでその間に下ヒゲがあんまり出てないことによってもしかしたらちょっと下がることあるのかもなっていうふうなのはちょっと残りますただ人気買いのトレンドの勢いに比べると こんなのは無視してもいいような状況ではないかなというふうに引き換えて思うわけですよね。まあですんで今日7月14日なんですけども今日中にここを上回るとは言えません。ただ上回るかもしれないのでそこをしっかり見てね、えー、例えば137円の715ここを超えたらこれは倍でいいでしょうということにさせていただきます。そしてリスクの取れる方は137の341で今 動いいいててますすけけどねももう今からエントリーしてもいいわけですよこの右肩上がり迷いなくいってますからねそして昨す9.1%が出たらしいんですけどもそこによるファンダメンタルの移行っていうのはここにありますけどもぐんと上に行ってパッと戻ってきたわけですよねえそしてポテンシャルをここまで広げてるわけですよ137円の860だから137円の860。 上昇に向かうエネルギーはままだ働いていると考えますので137円の715は次はね突破してくれるんではなかろうかというふうな判断をしますねはいえっ、ー、と全部の材料が揃うことはありませんあくまでも手にした材料でどう判断するかっていうふうなことが求められるのが裁量ですですんで今回私の裁量としては今日か明日になると思いますが137円の715を 上回り138円に向かっていくんではないかなというふうに考えておりますそれを軸に今日も追加の解説をこれからね、えー、次の時間でもやっていこうと思いますんでまた本日の更新をお楽しみにしてくださいそれでは